ラブのリズムをダンサー目線で学ぼう第3弾。今日はマスムーディー・サギールです。皆様こんにちは。エアリースタジオベリーダンス講師のナシームです。いつもこのエアリースタジオチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。気づいていないかもしれないんですけれども、このエアリースタジオチャンネルがカタカナに変わりました。なので、検索しやすいようにカタカナに変えてみましたので、カタカナで検索してみてください。今日は三大四拍子の三つ目ですね、マスムーディー・サギールっていうのをやりたいと思います。マスムーディー・ソガイアルとも言いますね。いわゆる皆さんが言っているバラリーっていうリズムとなっております。三大四拍子の1個目はマクスーもやりました。ドゥンタッタドゥンタですね。2個目、先週やったのがサイーディ、いろんなバリエーションのサイーディがあるよっていう話も、しました。ドゥンタドゥドゥンタ。そして今日は三大四拍子の三つ目ですね。マスムーディー・サギール。ドゥンドゥンタ、ドゥンタ。この三つの三と四のドゥンタはすべて一緒になっていて、その一と二のドゥンとタの場所が違うっていう説明も前回しております。で、今日はその三つ目のマスムーディー・サギールなんですけれども、マスムーディー・サギールとかソガイアル、これが一応正式名称の名前で、ちょっと長いのでね、皆さんね、バラディーなんて言ってますけれども、バラディーの踊りを踊るときにこのマスムーディー・サギールが流れてくるわけなんですね。このマスムーディー・サギールとソガイアルの違いっていうのもちょっとね、お話ししていこうかなと思います。マスムーディー・サギール。私はいつもサギールって言っておりますけれども、ソガイアルっていう言い方もね、結構多いと思います。マスムーディー・サギールとソガイアルは同じ意味なんですね。小さいという意味になっております。マスムーディー・サギールっていうのが、いわゆるフスハーと言われている語の言い表し方となっております。そして、マスムーディー・ソガイアルというのが、アンメイヤですね。喋り言葉みたいな。エジプトでね、皆さんがこう会話してるような言葉、喋り言葉と古語みたいな感じで、捉えていただければいいかなと思います。マスムーディー・サギールはフスハ。マスムーディー・ソガイアルはアンメイヤっていう、くくりで、意味は同じです。そして、バラディって言ってるのは、ね、バラディっていうこういうダンスがあると思うんですね。バラディについて話すとものすごく長くなってしまうんですけれども、以前にコスチュームの回で、このバラディの衣装は、みたいなのをね、説明してるんですけれども、こうサイーディの衣装とバラディの衣装、ね、似てるけど、ちょっと違うよっていうね、説明してるところで、ちょこっとだけ話してるんですけれども、その衣装の違いがわからない人は、その前回の回をご覧ください。バラディっていう踊りなんですけれども、そもそもバラディっていう言葉は、国民のとか、国のっていう意味なんですね。もともとは、家の中の、ホームパーティーとかで、仲間同士で集まった時に踊るような踊りだったんですね。なので、お家の中で基本的に踊る踊りとなっておりますので、トラベリングステップだったりとか、こうぐるぐる回ったりとかができないお家なので、小さい点で踊るような感じで、細かいアイソレーションを入れてお家でも踊れるような踊りとなっております。バラディの回っていうのもやっていきたいなと思います。マスムーディー・サギールっていうのは4拍子、マスムーディー・カビールというのは8拍子となっていて、後半の方で説明していきたいと思います。まずはこの4拍子のマスムーディー・サギールで練習していきたいと思います。はい、ではレッスン開始いたします。まず基本の姿勢、はい、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、ドゥンドゥンタドゥンタ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 。はい、ではまず最初に、ヒップアタックからいきます。今日も4マスムーディーサギールでチェンジします。2個ですね。1212ですね。リズムの細かい話は後ほどしますね。今日の CD もこのイッサーモホーシャンの CD を使ってるんですけれども、これね、すごいわかりやすくって、4チェンジ、4マスムーディーでチェンジするときに、このレックのね、シャンシャンって音が聞こえてきます。チェンジしやすいですね。はい、ヒップロール、
反対、しっかり伸びて緩めます。チェンジ、ね、これ分かりやすいですよね、すごくね。レッスンでもね、いつも使ってるんですけれども、本当に最後の終わりとかもね、分かりやすいんですよね。まあ、スムーディー下げる4拍子ね、どんどんたどんたね、どんどんたかたどんたかたどんどんたかたどんたかた、ね、こういう小さいおかずも入っております。クヨンチェンジが慣れてきたらね、8とかにチャレンジしてみてください。今日はゆっくりやっていきたいと思います。もうマクスームとサイーディしっかりやってきたので、このねマスムーディーサギールも読んでね、こう自然と体が動くようになってきてると思います。次はリバースマイヤーですね。ゆっくりいきます。少し早く1,2,3,4ですね。本当はね、こう1,2,3,4で数えないで、リズムね、どんどんたかたどんたかたどんどんたどんたどんどんたどんたっていう感じで数えた方が、今後ねやりやすくなってきますのでね、あまりこうカウントで数えないようにしてみてください。はい、チェンジですね。アーミーいきます。今回ね、3大4拍子って言って3つの4拍子をやったんですけれども、まだ4拍子ね、まだまだたくさんあるんですよ。なので、あの代表の今4拍子を3つやってるだけであって、他にもねたくさんあるので、まあ、これからね少しずつね説明がてらやっていきたいなと思います。過去の動画でね、いろんなそのリズムで練習してますので、もしよかったらそちらもね、参考にしてみてください。アーミー、ちょっと早いんですけれども、早いの難しければゆっくりでも大丈夫です。今は4マスムーディでチェンジすることが大事ですね。さあ、そろそろ終わりますよ。はい、終わりました。はい、いかがでしたでしょうか。だんだんやってるうちにね、この4マスムーディーサーキールのね、この感覚が分かってきて、一時こう数えなくても、なんかチェンジができるようになってきてると思いますので、これはね、慣れてきたら、ぜひね、8とか16とかで挑戦してみてください。8番はね、割とやりやすいですね。マスムーディーサーキールは前にドンドンって2個あるのがマスムーディーサーキールだっていう理解、をしていると間違いやすいので気をつけてください。前に2個あるんですけれども、真ん中のドンが必ず1個なんですね。真ん中のドンが2個になると、前が2つで後ろも2個あると、これサイーディになりますから気をつけてください。真ん中はドゥンタのドゥンだけです。リズムをね、聞くときに、このリズム何かなって言って聞くときに、まず一番曲の最初の方、リズムの始まりを必ず聞くようにしてください。結構間違えてしまうのが、ドゥンドゥンタドゥンタなんですけれども、この3、4からリズムを取ってしまうと、ドゥンタドゥンドゥンタっていう感じの他のリズムに聞こえてしまうことがあるんですね。なので、しっかり最初のリズムの始まりがどこなのか、そこから必ず数えるようにしてください。そうすると曲を聴いてる時に、あ、この曲はこの曲のリズム何かなっていうのがだんだん分かってくるようになってきます。リズムだけで単体で聞くと分かるんだけど、曲が入るとそのリズムが分からないっていう方が結構多いんですね。私も昔本当に分からなかったので、その気持ちはすごいよく分かるんですけれども、まずはメロディーの始まりとそのリズムの始まりが一緒だったりとか、歌の始まりが一緒だったりとかっていうことが多いですから、どこからリズムが始まってるのかを確認してください。なるべくどんどんたかたのおかずのところをあんまり取らない方がいい。どんどん、どん、どんどん、どん。これだけでもマスムーディーサギールっていうのが分かってきますから、
まずそのドンの音をとにかく聞いてください。どこの場所にドンがあるのかっていうのが重要となってきます。まあ、スムーディーサギールっていうのは、まず4拍子、先ほどね、お伝えしたんですけれども、これがビヨーンって伸びると8拍子になるわけなんですね。まあ、スムーディーカビールまたはキビールですね。まあ、カビールっていうのは大きいという意味になってます。だからまあ、スムーディーが大きくなったよっていう意味なんですね。8拍子。ドゥン、ドゥン、タカタ、ドゥン、タカタ。S ですね。最後の8個目は S。必ずこれが入ってきます。4拍子のマスムーディーサギールはバラディって省略しますけれども、8拍子のマスムーディーカビールをバラディとは言いませんので、そこも気をつけてください。今日は3大4拍子の3つ目、マスムーディーサギールでした。またリズムの話はね、やっていきたいなって思ってるんですけど、とても大事なので、前回もお話ししましたけれども、こうピラミッド型になっていて、三角になっていて、土台となっているのがリズムになっています。その上にメロディーがあって、さらにその上に歌が入ってきます。ね、こういう土台になっている、この一番下にはありますけれども、この本当に曲のベースとなっていて、とっても重要なんですね。で、ドラムソロとかでもバッキングって言って、このリズムがとっても大事になってきますので、これが分かってるのと分かってないのだとだいぶ変わってきますから、これしっかり覚えてやっていきたいと思いますので、皆さんもこのリズムを感じて練習頑張ってください。はい。今日の動画良かったなとか、ためになったなって思ってくださった方はぜひね、高評価ボタンをお願いいたします。で、またチャンネル登録されてない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。毎週土曜日の18時30分にこの動画をアップしていますので、この黒いボタンを押すとお知らせがいきますので、ぜひね、この動画をご覧になっていただきたいなと思います。インスタグラムも最近頑張ってるんです。自分が生徒さんになんかお伝えした話とか、自分が感じたこととか、なんかそういうことをね、シェアしていこうかなって思って、アップしておりますので、もしよかったらね、こちらインスタグラムの方もフォローお願いいたします。あと1分動画やっておりますので、1分動画で一緒に頑張って練習していきましょう。今日はちょっとおまけで少しね、宣伝をさせていただきたいと思います。私は木村かすみ先生っていう、ね、エジプトに住んでいる日本人のダンサーなんですけれども、木村かすみ先生から いろいろ、お勉強させていただいております。エジプト政府公認の唯一の日本人ダンサーとなっております。この木村かすみ先生が、なんと4月の8日に朝霞に来ます。我が地元ですね。朝霞に来ますってワークショップをやってくれることになりました。金曜日の日にやるので、平日で、リアルで受けられない方は、レッスン動画をお渡ししますので、レッスン動画何回も見直せますから、レッスン動画にね、参加、ぜひしてみてください。今日はありがとうございました。お疲れ様。